新型コロナウイルスの変異種が猛威を振るってるみたいだね。従来のものより感染力が強いらしいな。気をつけていても感染してしまう可能性がさらに高まってしまったってわけだ。極論を言ってしまうなら、仕事や学校以外での外出はやめるしかないんだけど、そうもいかないからね。まあ気をつけすぎて悪いことがないなら、やれることは徹底してやるしかないな。そうだね。さて、今回は岩国基地に2機の B1B 爆撃機が飛来したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年12月16日、山口県の米軍岩国海兵隊基地に米空軍の BB1 爆撃機ランサー2機が飛来して、同基地に2時間滞在した後、離陸したよ。2機は米国サウスダコタ州にあるエルスワース空軍基地所属で、現在グアムのアンダーセン空軍基地に展開しているもので、今回は岩国海兵隊基地において同爆撃機の受け入れが可能かどうかの確認のために立ち寄ったとされているんだ。今回の着陸し立ち寄ったことの意味は、作戦飛行中の B1B 爆撃機が天候急変や緊急事態などで岩国基地への着陸を余儀なくされた場合、基地側がそれに対応が可能かどうかを確認するためであったらしいね。グアムのアンダーセン空軍基地に展開している B1B 爆撃機は2020年に展開を、日本海、東シナ海、沖縄周辺において航空自衛隊の F-15、F-2 などと共同訓練を実施していて、編隊後方、防空戦闘訓練などを実施し、日米間の戦術技量の向上を図っていたんだ。ランサーってどんな爆撃機なの？ B1B ランサーはロックウェル社が開発し米空軍が運用している乗員4名の大型爆撃機で、大型爆撃機としては珍しい可変抗体翼を持つ超音速爆撃機として、岩国基地からであれば北朝鮮の平壌までわずか45分で到達することができるんだ。開発当初は核兵器搭載能力を保有していたが、1994年に核攻撃任務から外れたことで現在の機体には核兵器搭載能力がなくなっているぜ。米空軍は2021年2月17日に、62機保有している B1B を45機体制として17機の退役を発表しているね。米軍の岩国海兵隊基地では2021年になってからこれまで配備されていた FA-18 ホーネットの部隊を、最新鋭ステルス戦闘機の短距離離陸垂直着陸機 SVTOLF-35B ライトニング2に配備転換することを進めており、3月31日現在 F-35B が22機配備されていて、最終的には32機体制になるとされているよ。また、岩国海兵隊基地には3月12日にハワイにある、パールハーバーヒッカム基地所属の米空軍の最新鋭ステルス戦闘機である F-22 ラプター6機が、自由で開かれた太平洋地域に貢献するためとして展開されているけど、これは米政府高官の韓国訪問に合わせて北朝鮮及び中国を牽制する意味が大きいとされているね。F-22 は3月17日から訓練飛行を始めており、今後は岩国基地の海兵隊所属の F-35B と共に共同訓練を展開していくとしているよ。このように岩国海兵隊基地では昨年来、米空軍の B1B 爆撃機や F-22 戦闘機と共に海兵隊の F-35B、あるいは海軍機との連携による訓練が進められていて、太平洋、日本海、東シナ海、南シナ海、インド洋における米国産軍の連携を強化し、中国を牽制する動きが見られているんだ。本来は海兵隊基地である岩国基地に、米空軍と海軍の航空機が飛来して受け入れ体制の確認や訓練などを行う動きが活発になっているのだ。ここ最近の中国軍が活発に動いていることにあると考えられるな。想定訓練も積み重ねて、もしもの時に迅速に対応できるように期待したいね。中国が台湾に武力侵攻する際に最も重要なことは、いかに米軍を参戦させないかということにあるからね。中国にとっては武力侵攻の際には台湾上空の制空権を獲得することが必須であり、それがなされなければ実現は不可能だから。そのために目の上のタンコムとも言える在沖縄の米空軍をはじめとする航空戦力を無力化する必要があり、最も有効な手段が尖閣諸島への地対空ミサイル部隊の配備であると指摘する声があるな。中国軍はロシアが開発した射程 400km の超長距離地対空ミサイルシステム S-400 を保有しており、このミサイルシステムは6つの攻撃の地上を同時に撃墜できる能力を持っているぜ。アメリカの地対空ミサイル PAC-3 の2倍の射程を誇るこのミサイルは超音速ミサイルや、弾道ミサイルも落とせる性能を持つとされていて、もしこれらを尖閣諸島に配備されてしまうと在沖縄米軍は身動きが取れなくなる恐れがあるんだよね。尖閣諸島の久場島はなだらかな丘陵があり、地対空ミサイルを配備するには適していて、
現状では日本人が住んでいないことから簡単に占拠することができるんだ。もし、ここに中国軍の S-400 が配備されるようなことがあると台湾上空はもちろん、沖縄もその射程に入ることになり、嘉手納の米空軍基地や航空自衛隊の那覇基地の戦闘機が迂闊に動けなくなってしまうため、嘉手納の米空軍は三沢基地ないしはグアムまで撤退せざるを得なくなるんだよね。先日のバイデン大統領による尖閣諸島への日米安保条約適用発言は、このことを踏まえた上でのものと思われ、尖閣諸島の重要性と中国に侵攻される危険性を暗に日本政府に対して警告として発したのではないかと思えるよ。中国は必ず尖閣を占有するから、のんびり構えてないで防衛に本腰を入れろって感じかな。また、直近の岩国基地での海兵隊、空軍、海軍の合同訓練などは、沖縄から撤退する最悪の事態を想定してのものではないかとさえ思えるんだよね。2021年になって尖閣諸島近海における中国海警局艦艇の動きが活発で、4月21日には67日連続で領海内や接続水域を航行しているよ。これまでのところは海上保安庁の艦艇だけの場合には接続水域を航行し、日本の漁船が尖閣に近づくと領海内に入って追い払おうとする動きを見せているだけであるが、これがいつ中国海軍にとって代わって尖閣諸島に上陸を果たすことになるか予断を許さない状況なんだ。台湾への無力侵攻に先立つ中国軍の尖閣上陸を、今の日本が阻止することができないからな。現在の尖閣諸島近海には海上保安庁の巡視船が張り付いているのみで、いざ中国海軍艦艇が尖閣に上陸を始めたとしても、ただ警告を発することしかできず阻止する力も権限もないもんね。また、中国軍の尖閣上陸の報告を受けて海上警備行動が発令されたとしても、海上自衛隊の護衛艦は中国軍から攻撃をしてこない限り手を出すことができないんだ。後手に回ることは前提なんだね。中国軍が尖閣諸島を占拠して基地を建設し S-400 配備が明らかになってから慌てて防衛出動を発令したとしても、やはり中国軍が攻撃をしてこない限りは自衛隊から先手を打って攻撃することができないというのが現状であり、政府は法改正を急がなくてはならないんだ。中国による台湾への武力侵攻は決して対岸の火事ではなく、間違いなく尖閣諸島という領土を奪われるという日本にとって戦後初めて有事となるかもしれないよ。日本政府が今急いで対策をしなければならないのは、何が何でも東京オリンピックを開催することじゃなくて、そのための新型コロナ感染拡大対策でもなく、台湾有事とそれと同時に発生するであろう尖閣所有時に際して自衛隊が武力行使できる法改正整備であることを、菅総理大臣には認識してもらわなきゃならないんだ。それじゃ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも動画を見てくれてありがとう。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。強い不況の外出は、控えてほしいぜ。
日本の戦闘機産業は、かつてゼロ戦を作り上げた三菱重工などが尽力しているね。ゼロ戦はかつて日本を代表する戦闘機だったもんね。映画なんかでもよく出てくるし、国民にも最も周知された戦闘機なんじゃないかな。そうだな。関連企業が F1、F2 という国産戦闘機の開発実績なども生み出しているが、アメリカから最新鋭戦闘機を購入するなど、国の事情によって配備される戦闘機が変わる、という状況でもあるぜ。そんな事情の中でも、次世代戦闘機の開発については日本独自の路線で進めようということになり、国内企業を中心としたコンソーシアムが立ち上がり、2035年の収益を目標に作業が進められているみたい。だが、この次世代戦闘機の開発にあたって、日本が大きなトラブルに直面していると言われているな。さて今回は、日本が抱えているトラブルの真実、そして次世代戦闘機の開発の今後について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。日本の次世代戦闘機の開発は、すでに試作機の製作過程に進んでおり、2020年代後半には試作機による試験飛行を積み重ね、2035年の正式採用に向けた量産機の製造ライン設置に向けて、準備を進めることになると考えられているみたい。もちろん、この次世代戦闘機には日本ならではの技術をふんだんに盛り込むことが想定されており、特に注目されているのは窒化ガリウム技術だね。窒化ガリウム技術って何？窒化ガリウム技術は、2022年現在でも多くの電子部品に取り入れられているもので、私たちの生活に身近なところでは、スマホの充電器に窒化ガリウムが採用され、高速充電の実現に寄与しているんだ。そもそも窒化ガリウムを採用することで、急激な発熱の抑制につながるってわけ。つまり、スマホ充電器が充電中に発熱しないのは、窒化ガリウムが発熱を抑制しているわけだね。この窒化ガリウム、次世代戦闘機のエンジン部分への採用が期待されているんだけど、ジェットエンジンは瞬時に高熱を発するため、その際に周辺部分の破損や機器の損傷をもたらす危険性があるんだけど、窒化ガリウム技術を採用することでそれらを防ぐことが可能になると期待されているんだ。このように、日本の次世代戦闘機については様々な新技術が採用されることが期待されているけど、その進捗状況や盛り込まれる技術や兵装について、詳細な情報が漏れ聞こえることはあまりないよね。もう少し情報を開示してくれてもいいのに、と思ったりもするけど、最新技術の漏洩を危惧するなら、なんかよくわからないけどすごい性能らしいぞと匂わせておく方が、中国も北朝鮮もびっくりするかも。そんな次世代戦闘機の開発について、久々に情報がもたらされたのは2022年2月のことだね。2022年2月15日、イギリス国防省が戦闘機用センサについて、日本と共同研究を行うことに合意したと発表したんだ。久々に日本の次期戦闘機開発に関係する、具体的な動きが報じられる出来事であったように思えるよ。今回発表されたイギリスと日本との共同研究は、2022年4月からイギリスのスコットランドで始められる予定とされており、イタリアの防衛産業大手企業の現地法人レオナルド UK が、アーキテクチャを提供することになると思われるんだ。このレオナルド社は、イタリアをそしてヨーロッパを代表する軍需企業で、イギリス関係では共同開発で生み出されたユーロファイタータイフーン戦闘機のレーダー開発を担うなどの実績もあることから、今回の日本&イギリスの共同研究に関与することになったと言われているみたい。日本とイギリスは、レオナルド社が持つ共用作業の経験と経緯から、戦闘機用センサについて先進技術を有するレオナルド社、そしてそのイギリス現地法人レオナルド UK 社を選択したわけだけど、これにはイギリス側の強い事情があったものと言われているよ。イギリスにおいて、今回の共同研究はジャガー。ジャパン&グレートブリテンユニバーサルアドバンスド RF システム通称ジャガー計画と呼称されており、これに用いられるユニバーサル RF センサ技術は非常に高度な索敵能力を実現する、まさに計画の要となる部分であるとされているんだ。ちなみに、レオナルド UK 社によれば、その新型センサは従来のものに比して1万倍以上にも相当する戦場でのデータ収集が可能であるとし、これまでにない超高速で敵を検知することができる能力を発揮するものだと説明されているぜ。日本の次世代戦闘機開発の観点から考慮すると、今回のレオナルド UK 社とのセンサ類、そしてイギリスのロールスロイス社と機関部の共同研究といった相次ぐ共同研究により、欧州の最新鋭技術を難なく手に入れることができ、その結果完成させる次世代戦闘機は、まさに最新鋭の第6世代戦闘機であると期待されているよ。今までの日本における戦闘機開発は、
国産機とはいえども、実際にはアメリカの軍需企業が肝心の部分をコントロールし、いわば現地生産レベルの行為しか認められず、国産と名乗るのは少々歯がゆい部分があったのも事実なんだよね。緊張する近隣国との関係がどうあろうとも、アメリカの意向で2000級の戦闘機や技術しか与えてもらうことができず、1000級の兵器はアメリカ自身が運用する。それで日本を一緒に守ってやるからいいじゃないか。といえば聞こえはいいんだけど、2022年になって国際情勢は急激に変化しているよ。EU や NATO への加入を望んでいたウクライナに対し、ロシアの軍事的圧力が増す事態となっても、アメリカはロシアを牽制するのみで、結果的にロシアによるウクライナ侵攻を許す結果となり、侵攻が始まってもアメリカや NATO はウクライナのために軍事力を行使することはしない。ウクライナは強国の事情に翻弄され、戦争に巻き込まれてしまったと言っても過言でないんだよね。日本は違う、日米安保条約があるじゃないかという人もいるだろうけど、でも、尖閣諸島に中国軍が押し寄せて不法占拠したとしても、沖縄のアメリカ軍は一緒に戦ってくれるのかどうか怪しいんだ。民主党政権になってから、アメリカの関係筋からは尖閣諸島などの領土問題は当事国の問題と言い切られ、日米安保条約の範囲に尖閣諸島を含むのかとの疑義に対しては施政権の及ぶ範囲とはぐらかしているアメリカ。そんなアメリカに国防を頼り切っているだけで、本当にいいのか疑問だよな。だからこそ、今回の次世代戦闘機の開発は、いわば脱アメリカ、アメリカ依存の解消という命題を抱えていると考えるべきだぜ。その点、イギリスがここまで協力してくれる令和の日英同盟が生まれたことは、ありがたいことだと思うよね。とは言いつつも、日本の次世代戦闘機開発には、パートナー企業としてアメリカのロッキード・マーチン社も関する予定となっているみたい。これは、正式な合意と契約締結がやがてなされるとは思うけど、日米安保条約で一緒に日本を守ると決めている以上、兵器の運用や補給などにおいてアメリカと共通理解をしておく部分は必要だし、この関係をキープしておくことも、今の日本にとっては初犯の事情としては理解できる部分だね。そもそも、日本の次世代戦闘機は日本が独自に仕様を定め完全に自国内での単独開発を行うのか、次世代戦闘機の開発に迫られている他国との共同開発を行う、そして他国で開発された戦闘機に改良を施すイコール購入するのか、大きく3つの選択肢があったわけなんだ。2022年2月の時点の状況から考えると、今の日本は単独開発と共同開発の中間を進んでいるように思えるよ。2018年12月に安倍内閣が閣議決定した方向性では、国外関連企業との連携を視野に入れつつ、日本が主導する戦闘機開発を推進するというものであって、自国開発メインの方針を強固に打ち出したものだったんだけど、実際には経済的な合理性までを加味するとその実現が困難である実情が浮かび上がっちゃうんだよね。例えば、航空自衛隊でも導入を始めているロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機たる F-35 ライトニング2は、すでに開発費総額が6兆円を超過しているとも言われ、今後も継続されるアップデートを考慮すればもっとその金額は増えるわけで、日本単独でこれだけの費用を捻出できるのかといえば、正直言って無理であることは間違いないんだ。次世代戦闘機の開発には金がかかる。その実情を理解している国々も増えており、近年の世界的な戦闘機の運用においては第5世代戦闘機の登場は進みつつも、従来の第4世代戦闘機に近代化改修を行い、一部に限定的なステルス性能やレーダーセンサ類を強化することで延命している国々も多くなっているみたい。ウクライナ侵攻が始まるまでの世界情勢は、大きな戦争や紛争が行われることもなく、むしろ戦闘機をはじめとする様々な兵器の延命を行い、開発コストを延命することに終始していた状況だったしな。ウクライナ侵攻によって世界情勢に変化が見られるとはいえ、日本の次世代戦闘機は2022年度より本格的な設計に着手するスケジュールとなっていることは事実だよ。そのことが、日本の国防計画の見直しの契機となり、次世代戦闘機の開発が加速するようなことを期待しているのは、多くの人が思っていることだよね。通称 F3 と呼ばれることになるであろう。日本の次世代戦闘機だけど、なかなか日本独自の技術だけでは世界レベルの戦闘機になり得ない部分もあり、その部分をイギリスやアメリカの力を借りながら補っていく、というのが当面の方向性のように思えるかな。今後、どの程度次世代戦闘機の情報が公開されるかはわからないけど、公開されることで中国や北朝鮮などが多少なりともおとなしくなることを期待しているよ。そして、そのための次世代戦闘機となってくれることを、期
待していようか。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。2021年10月14日、白鯨潜水艦の進水式及び任命式が開催されたね。毎年潜水艦の進水式を行う計画があるそうだが、今回は太平型2番艦の進水式となったわけだな。親潮型潜水艦はまだ現役で活躍中だし、レベルは中国潜水艦より上だから、まだまだ職務遂行は可能な潜水艦だよね。どうするんだろ？あえて言えば、中国の侵攻に脅かされている台湾へ売却という道もあるのかもしれないが、そんなことをしたら国際的に物議を醸し出しそうだもんな。難しいところだよね。さて今回は、この白鯨潜水艦の進水式と新しい性能について紹介したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。海自の最新鋭通常動力型潜水艦太平型2番艦の進水式が川崎重工業神戸工場で行われたよ。名前は海の生物クジラにちなんで白鯨と付けられたね。この名前については以前から推理する人が多かったみたい。太平型潜水艦のネームシップはやはり太平で、旧帝国海軍の潜水母艦太平跡に空母雄峰という名前だったから、今回の2番艦は同じく潜水母艦神鯨花鳥鯨になるのではないかと予想されていたとか、しかし海上自衛隊内で募集が行われ、かつて軍艦の名前として使用された実績のない白鯨に決まったってわけ。余談だが、日本は捕鯨大国として世界トップの漁獲量を誇っていた時期があったぜ。捕鯨は江戸時代にも盛んで、肉はもちろん、骨から皮、油まで全てを利用していたんだ。クジラが日本人の生活に溶け込んでいた時代が確かにあったってわけだね。ところが外国がクジラに目を付けるようになると、クジラの数が減っちゃうんだよね。外国の人はもっぱら油を利用しただけで、他のものは廃棄してしまったから、近年、クジラをそんな使い方をしていた外国が捕鯨は残酷と言い出し、商用捕鯨を禁止に追い込み、今や調査捕鯨に関してもことあるごとに難癖をつけてくるのは皆も知っているよね。おかげで、和歌山県の太地町や宮城県の女川町など捕鯨で生計を立てていた町の人たちは、生計の道を変更せざるを得ない状況になってしまったんだ。いずれにしてもそういった歴史があるからなのか、世界最大の哺乳類ということもあるのだろうけど、日本人はクジラが好きなんだろうね。話を戻すと、白鯨は進水式後も川崎重工神戸工場で約1年の偽装工事を行い、2023年3月、海上自衛隊潜水艦として就役する予定と言われているよ。一番艦太平はこの川崎重工業工場の近くの三菱重工業神戸造船所で建造されたんだ。来年2022年3月に就役することになっているから、これによって海上自衛隊の潜水艦は防衛大綱に定められた22隻体制になるってわけ。今後は太平型が就役するたびに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくことになるんじゃないかな。太平型潜水艦は、前型の双竜型とほぼ同サイズだけど、静粛性に優れていると言われているね。その静粛性をよりアップさせるために浮き課題を採用しているみたい。艦内の甲板を外角から浮かせることによって、乗組員の足音までも低雑音化し、対衝撃性もアップさせる構造になっているんだって。また外角には双竜型で実績がある音波吸収材や反射材などの装備をより発展させ、最適化しているから、客探知を防ぐ能力もかなり向上しているらしいよ。火事としては、双竜型にも使われている X 火事を使用しているね。この X 火事は潜水艦の火事としては長所が多く、水中でも機動性が保たれるんだって。この潜水艦は福利厚生の面でも充実しているんだってな。以前は潜水艦へは女性自衛官を配置するには制限があったらしいが、ジェンダーフリー時代というわけか、この制限は解除されたぜ。それに伴って艦内居住空間内にパーティションを置いて女性用の区画を確保しているらしい。もちろん女性専用寝室やシャワー室なども整備されたみたいだな。時代に合った潜水艦ってわけだね。そうだね。そして、何より日本独自の潜水艦建造技術として、水中での動力源にリチウムイオン蓄電池を採用したことが太平型の大きな特徴と言えるよ。リチウムイオン蓄電池は鉛蓄電池と比較するとエネルギー密度が高く、高出力を長時間維持できる性能があり、繰り返し放充電回数も 1.5 倍以上、充電が満タンになるまでの時間も短縮されたという特徴があるんだ。こういったメリットは潜水艦を運用するには有利な点が多いことは言うまでもないよね。鉛蓄電池と違って水素ガス発生の危険はないから、乗組員を守ることができるとあって、
簡単に言うと良いことずくめというわけ。リチウムイオン蓄電池は世界に先駆けて、総流型11番艦欧流と12番艦東流に採用されたんだ。その性能と安全性は確認済みということだね。と言っても総流型はもともとディーゼルエンジンと非対機依存推進システム AIP であるスターリングエンジンを搭載し、水中で鉛蓄電池を使用する方式だったから、欧流、東流ではスターリング機関を外したけど、リチウムイオン蓄電池の性能を十二分に発揮させる設計にはなっていなかったんだ。スターリングエンジン用に設計されたわけだから、リチウムイオン電池とは構造が異なっていたんだろうね。その点対米型は設計時リチウムイオン蓄電池を搭載する予定になっていたから、性能を最大限に引き出すことができると思われるよ。対米型は給排気効率を高めるために設計された新しい高性能シュノーケルマストが装備されているので、短時間でリチウムイオン蓄電池への充電が可能になるんだ。その結果、スターリングエンジン搭載の総流型より充電時間は短縮され、かつ長時間の高速潜航も可能になったってわけ。それだけではなく、対米型潜水艦にはこの他にも最新開発テクノロジーが盛り込まれているんだよな。うんうん。光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムを設置したことで敵艦探知能力が向上したし、TCM トーピードカウンターメジャーと呼ばれる潜水艦魚雷防御システムなども装備されているらしいよ。兵装としては艦首上部に6門の 533mm 魚雷発射艦が装備されていて、89式超魚雷とハープーン対艦ミサイルが発射可能となっているんだ。対米型潜水艦は現在5番艦まで建造予算が計上されているんだけど、この先も年に1隻の計画で建造される見込みだよ。当面は前述の通り、親潮型潜水艦を順次退役させながら対米型を追加して、合計22隻体制を維持していく方針とされているんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いとなっているものの、世界レベルで見るとまだまだ1戦級の通常動力型潜水艦なんだ。中国の原潜と比べても作戦場面によっては引けを取らないと推測されるね。そんな潜水艦をこのままむざむざと退役させて解体してしまうのはあまりにももったいないので、予算が許すのなら稼働可能の状態で保存しておいて、一朝有事の際には現役復帰措置を検討してはどうかという意見があるみたい。または、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することができない国に輸出して、外貨を稼ぎ少しでも新艦建造経費の足しにするという柔軟な対応も検討しておくべきではないかと思われるよ。おそらく親潮型潜水艦は、某隣国の信頼性が怪しい潜水艦よりは高性能だろうから、軍備をこれから備えようとしている後発国からは我も我もと大モテになるに違いないんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のテーマはみんなもよく知っているお茶についてだよ。確かにお茶って毎日飲むよね。うんうん。お茶には様々な種類があるよね。代表的なので言うと、紅茶、緑茶、ウーロン茶だな。その茶葉なんだけど、実は同じ茶葉からできているんだ。そうなの?そのお茶たちは何が違うのかな?実は発酵度の違いで分けられるんだ。緑茶は不発酵茶、ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は発酵茶に分けられるんだ。発酵具合が違うと、味や香り、色以外にも、お茶を入れた際に抽出される成分も変わってくるらしいよ。なるほど、だから味も香りも変わるんだな。ちなみにほうじ茶は何のお茶の種類だと思う?色的に言ったら、ウーロン茶かな?実は、緑茶の種類なんだ。え、そうなの?なら発酵してないんだね。それがね、全く発酵させないんだ。全く、わからなくなってきたぜ。まあまあ、そう言わず最後まで聞いてくれよ。その製造方法は、焙煎しているんだ。ふーん、なんかお茶によって色々な方法で作られるなんてお茶も深いね。そうなんだ。なら今日の雑学は終わりだよ。また見てね。おい、お茶。何言ってんだよ。